はい、ということで皆さんこんにちは、なりです。はい、今日はですね、今ヒデさん入ってくるかなと思って、ごめん、ね、お互い距離感ですね。はい、ということで、今日は、はい、僕の大先輩、はい、ヒデさんを呼んで、はい、今日は喋っていこうかなと思ってます。はい、対談動画はちょっと初めてかもしれないです、僕のチャンネルで。はい、そうなんや、はい、なのでまず、はい、対談動画をやっていきたいので、うんうん、ヒデさんにまず自己紹介をしてもらって、はいはい、お願いしてもいいですか。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ヒデと言います。はい、であと何でしたっけ。いや、自己紹介名前だけですか。はい、いや、わかりました。じゃあね、はい、改めてもう一回ね、自己紹介させてください。はい、口は回らない、頭じゃな、もう一回言い合っていいですか。いや、もうこんな感じですよ。もういいや、はい、ゆるくいこう。はい、もうヒデです。はい、ヒデです。もともとね、ブレイクダンスをずっとやってまして、はい、でブレイクダンスの世界チャンピオンになって、はい、でその後にプロのパフォーマーになって、そして今はね、東京でジムを経営してます。はい、はい、すごい、めちゃめちゃ短くまとめましたけど。じゃあ、ありがとうございます。はい、ということで今日ヒデさんに来ていただいたので、はい、ヒデさんとパフォーマーという面では一緒の職業なんで、うん、そのことについてね、掘り下げていきたいなと思うんですけども、はい、まず、僕ちょっと気になってることがあって、うんうん、ヒデさんはパフォーマーをやる前は何をやってましたか。うん、はい、ああ、なるほど。うん、僕これ結構気になってる人、僕やる前、うん、やる前ってどれぐらい前、中学校ぐらい。いや、それ前すぎる。それ前すぎる。やっぱこのパフォーマンスを職業にしますっていう。それ前、まあやりにくいなって感じ。はい、すいません、僕のペースでね、そうそう、出してもらって。全然ね。はい、パフォーマンスをやる前は、はい、僕がやっていたのはもうブレイクダンスですよね。はいはい、でもなんかこうプロとアマチュアのなんかセミプロみたいな感じのブレイクダンスをずっとしてたんですよ。うん、っていうのもブレイクダンスってやっぱりね、なかなかね稼げないんですよ。で今は時代が変わってきて、 YouTube とかでブレイクダンス教えますとかでも、うん、まあなんとかなるかもしんないけど、うん、昔は全然ねそういうことじゃなくて、うん、もうレッスンするか、うん、もう大会に出て賞金で、賞金も稼がないからジャッジするか、うん、まあ、だからレッスン、ジャッジ、あと賞金、でこの3つってずっとね回ってるんですよ。おお、大変やん。いや、そうやで、もうギリギリやで。だから生活、みんなブレイクダンサー、しかも今はね、だってブレイキンが、ブレイクダンスね、ブレイキンっていう名前に変わるらしいんですけど、オリンピックに内定するかもみたいな、2024年ほぼ内定になってるやんか。4年後。そう、4年後ね、オリンピック種目ですよ。すごいな。僕らの時なんてだって駅で踊ったりしてたら駅員さんに怒られたりとか。だからそのだって僕のおばあちゃんは駅で踊ってる人たちのことを言ってましたからね。自分の孫がになるっていう。これ絶対ちょっとテレビやったらピー入れなあかん言葉やけど、だからそれぐらいブレイクダンスってこう稼ぐの難しかったというか、稼ぎ方がねなかったんですよね。なるほど。ほんで、はい、長くなったけど、ほんで、はい、まあ、ギアっていう大阪とね、はい、いや大阪でやってて、今京都でずっと常設でやってるギアっていう舞台があるんですけど、うん、それに出演することになったんですよ。お、ほんでそれに出演して、で、あ、僕も何か発信したい、うん、ギアの舞台ですごくいいものをインスピレーションもらって、うん、こう人に見られるっていうことの良さ、人に見られるって、だから、まあ、ちょっと補足すると、うん、ブレイクダンスってダンサーしか見てないんですよ。なるほど、なるほど、なるほど。だから分かる、同じ内輪の世界しか見てなくないから、ここずっと内に向かって発信してるみたいな、こういうじゃなくて、こう外に向かって発信した方がもっと価値も広がるし、お金も外に向かった方がいいんじゃないかって気づいて、うん、じゃあ外に発信しようっていうのがきっかけになったのがギアなんですよね。あ、そうなんですね。 それ初耳やわ。嘘やん。ギアをやってたのは知ってたけど、ああ、でそんな入りなんですね。へえ、そうそう、きっかけも話してもらおうと思ってたけど、きっかけまで喋ってくれました。あ、そう、ごめんごめん、そうそうそう、自慢通っちゃったけど、うん、ほんで、まあ、ほんであれよ、でそっから自分で外に向かって発信しようと思って仲間に声かけて始まったんが諸行無常ブラザーズですよ。概要欄のしときます。イエイ。まあでもこれね、パフォーマンスの動画見てる人はもしかしたら、ね、知ってるかもしれない。こう現場だってね、こう一緒になったりすることもあるし、よくあるから、そうそう。だから結構見てる人は、お、諸行無常ブラザーズ聞いたことあるみたいな。あ、あるね。あると思う、結構。チャンネル登録してくれてる人。ほんまに。すごいな。そう。あ、そんな感じで始めたんですね。それでプロになったっていう、プロっていうか、まあそれで稼げるようになったっていう話ですわ。わー。だから、普通にレッスンとかね、うん、賞金とか、そうそうそう。そういうのじゃなくて、はい。
そのショーとして外に発信して、う、うんうん、でもそう思ったらそのブレイクダンスの歴史からしたらすごいことなんじゃないですか。そんな人いますか。おらへんおらへん、全然おらへん。いやまあな、そういうストリートとか、うん、ショーの営業っていうのはまあギリおるっちゃおるけど、やっぱそれを続けてる人は少ない、うん、なるほど、うん、やっぱブレイクダンスの世界がいいとか、あとはまあ、うん、やっぱ少ないかな、みんな途中でやめていっちゃうから、うん、なるほど。でもそう思ったらめっちゃ歴長いですよね。だって僕が高校生の時から諸行無常プロセス、全然言えてへん、諸行無常プロセスやってますもんね。そうね、諸行無常、え、2011年の6月に始めたから、うんうん、今9年、まあ8年半か、もうすぐ9年、結構長いでやってたな。うわすごい、すごい、なんか、はい、ということで、はい、始めたきっかけとパフォーマーやる前何やってたかって、はい、パフォーマーやる前何やってたかって、あ、喋ったね、ブレイクダンスやった、だからセミプロみたいな感じ、ね、あ、そういうことね、はい、はいはいっていう感じで、うん、パフォーマンスのことをじゃあちょっともっと掘り下げていきたい、いいですね、なと思います、はい、お互いねパフォーマーですからね。そうそうそう、で質問考えてたんですけど、はい、これもうせっかくパフォーマンスのことなんで、うん、ちょっとこれちょっと無視していきたいんですけど、はい、ヒデさんがパフォーマンスをやる上で大事にしていることって何ですか、はい、お客さんに楽しんでもらう、うんうんうん、だ結局なんかブレイクダンスはほぼ自己満足でよかったけど、なるほど、だ、外に向けてやる以上、うん、こうなんつったらいいかな、お客、おか、あとはお金をもらう、もらう以上、そうね、こういう、お客様からお金をもらうから、そのお客さんをどんだけ楽しませたかがそのお金になると思ってる。そうですよね、だその価値観、お客さんがありがとうって言ってくれた、こう幅が広ければ広いほどお金がもらえるわけや、プロっていうのは。そうですね、うんうん、アマチュアは自分が満足すればいいけど、うん、プロは人を満足させる。だからこれはブレダンスじゃじゃなかった、パフォーマンスをしてすごい大事にしてるところ。エンターテインメントとして。そうです。そうですもんね。はい、でそう言われるとその諸行のショーはあれですもんね。うん、その笑いあり。そう。でしかもその技もすごい派手で見やすいみたいな。うん、そう思うとエンターテインメントとしてお客様が見やすいものになってるんじゃないかなとは僕は思います、ね、うんうんはい、そうですよ、ありがとうございます。いや素晴らしい、はい、あと、うん、パフォーマンスをやってた時に、うん、あの大変やなって思ったこととか、ああなるほどね。いやそれはいっぱいあるよ、いっぱいあるいっぱいある。僕この間ラジオとかでこう喋ったから、うんうん、今日はヒデさんの大変やったことをちょっと、はい、ちょっとカメラの見るいいですか、結構長くなるけどいいですか。あ、大丈夫です、こういう話を待ってるんです、はい、じゃあね、お待たせしました、お待たせしすぎたかもしれません、村西通るって言って、まあそれはいいんですよ、こっからは結構長くなるから、いやもう長くもちゃんと見てる人とかはこうさ、もうラジオみたいな感じで聞いてくれたりなと思って、化粧とかしながら、そうそうそう、電車乗りながら、電車乗ってこうカバンの中にいながらこうやってピーって聞くみたいな、はい、はい、じゃあ、まず大変だこと、まあ、2つ話しますね、2つ、2つ話します。で1つはあれですよ、やっぱストリート、ストリート、ストリートで僕らやっぱストリートから始まったんですよね、うん、っていうのもやるところがないんですよ一番初め、まず僕たちがプロとして活動しよう、じゃあいろんなところで、例えば今だったら学校公演もやるし、イオンモールとかそういうショッピングセンターでもやる、で企業のパーティー、例えばなんかすげえでかい企業のパーティーで報奨パーティーみたいな、保険とかだったら売上セールストップの人たちがホテルに集まって、うん、ご飯食べながらショーを見てもらおうみたいなのに呼んでくれたりするけど、うん、いきなりね無名のやつがそんな呼んでもらえるわけないやん、うん、確かに、そうで呼んでもらえるわけないから、じゃあどこでやんのってなったら路上なんですよ、うん、時々ね、駅前とかで路上の方ミュージシャンの人とかいるじゃないですか、そうで、あの人らと混ざって僕らはパフォーマンスをするしかなかったっていう、そうでしたね、でその時のやっぱこう過酷な状況だから、もうね、だからこうマイクを持ってこうとかダンスをしながらね、こう今からやりますとかダンスをこう踊ったりするんですよ、わーってなんか逆立ちやって頭で回ったりとかするんですけど誰も足を止めてくれないそれは多分一方的に発信してるからですね、そう多分、そうだ、お客さんだってさ、そこを歩いてる人はさニーズがないやん、うん、だってよし今日はパフォーマンス見るぞと思って駅を歩いてるわけじゃなくって、確かに駅を歩いてる人はもう疲れてるもんな、そう絶対なんか帰ると、そう大体夜しかないんですよね、やるとき ね、 そうね、朝は見ないもんね、そうで夜の通勤の、
後、うん、だから終わって家に帰る、帰り道で僕らはやってるから、まあ、暇な人は見てくれるかもしれないけど、大体みんな早く家に帰ろうと思ってる。そうだね。だあとは飲みに行こうとかね、はい、後の予定があるんですよね。予定がない人はちょっと見たろうかなみたいな、うん、でもね、こう日本見たろうかな、そうそう見たろうかなそうだ、これなんですよ。あのね、見たろうかなっていう気持ちで見るんですよ、僕らのこと。しかも僕とヒデさん、うん、まあ住んでるとこね、うん、近い、うん、近かったので ね、はい、共通の駅とかでもやってましたね、はい、そうそうそう、ね、京橋駅ねでやってて、はい、辺の人って、うん、なんか割とこんな感じじゃないですか、ね分かります、上から目線やね、おちょっとやってみなみたいな、うん、そうそうそう、そんなイメージやね。いやそれがね、はいはい、やっぱ結構今はもう慣れたけど、そう今だってもう、うん、昔はだって自分の持ってるものをただ発信してるだけやったけど、そうそうそう、うん、自分の持ってるものをこういう風に見てほしいから、うん、見てもらうために、うん、まずはどういう工夫をして人を集めようとか、そう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 、昔はそれなかったっすね、うん、もう一方的にソウル行けって感じそれは無理やわ。やっぱ人の心を引きつけるこう順番っていうのがあるんですよね。そうだよね。そうそう。だって例えば皆さんの家にいきなりねピンポーンって押営業マンが、すいません、うちのこの商品買ってくださいって言っていきなり来ても買わないでしょ。無理。じゃなくってこうなんかこうねこうそこに需要があるところに行って、例えばだって水を売んのでもさ、うん、もう水が十分にある一般の何君水どうぞこれ1000円で買えへんって言われるよりかはさ、いやーってなるもんね、砂漠で困ってる人に水あげる方が絶対いいやん、渡すみたいな感じでね、そういうこうそういう需要をよく分かってなかったよね。そうやね、ほんまにそれは面白いな。しかもストリートパフォーマンスでやってたらね、うん、問題あるもんね、いろいろね、いろいろ警察にね怒られたりとかしましたよ。はい、でそれ一応道やからね、道やからね、こう路上なんで、路なんでね、そうそう、まあ一応捕まりはしないんですけど、そうそう、まあ、一応まあ注意、危ないし、うん、迷惑になるかもしらんからみたいな、まあだから何か何つうか捕まるとかじゃなくて注意だけですからね、そう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 、ダメだよみたいな、チャリ乗ってて調べられるのとあんま変わらへんな、乗り的には連れて行かれたことあったわあほんま、へえ、僕はちなみに2回連れて行かれた、へえ、どこか小2、そうですね、へ警察署、そうなんです、どんなんすられんのそれ、まず名前書かれるんですよ、はいはい、で、うん、僕バカ正直なんで全部真実書くんですけど、で、後で誰とは言わないですけど、うんうん、そんな嘘かどんなんええねんって、うんうん、誰かさんは言ってました、ね、パイセンが言ってましたなるほどね、じゃあ、安倍なんとかみたいなうん、そうそうそう、まあいいや、はい、そんな感じだね、で安倍さんも頑張ってるの、すいません、あかんよ、安倍さん、ありがとうございます、はい、すいません、で1個目ですね、それ、はい、1個目、それが大変やったっていうね、結構話膨らんだ、はい、だから結構長くなるっつっていい感じ、はい、2つ目やっぱね、こう営業にね行くわけですよ、うん、営業、これストリートから出世してね、こう営業に来ました、呼んでもらえるようになる、はい、営業も営業でね大変なんですよ、でもちょっと営業って分かれへん人おるかも、なるほど、すいません失礼しました、しましょう、じゃあ補足しますけど、営業っていうのはこう僕らがイベント会社の方から呼ばれて、そのホテルに行ってショーをやったりとか、イオンモールとかそういうショッピングモールに行って、こうショーをやりますみたいな、それを僕らは営業っていう言うんですよね、芸人さんがよく営業とか使ってる、そういうことです、呼ばれていく現場のことを営業って言います、お笑い芸人さんはね、そうそうそう、よく言ってますから、闇営業とかありましたね、はい僕らはまあギリ、僕ギリなかったですけどね、僕はないですよ、はい、はい、まあ闇営業っていう言葉自体の定義がちょっと違う、よく分かれへんもんね、はい、まあまあそれでいいや、その、まあ、呼ばれて行ってやるショー、営業と言います、はい、はい、営業と言います、その営業に行きました、はい、で行くとね、あれなんですよ、求められてないんですよ一言で言うと、そうやね、誰やねんって感じ、営業に行ってめちゃくちゃいい条件、ホテルでめっちゃ一番広い大広間、うん、皆さんよくね結婚式とかする広間あるじゃないですか、うんうん、ああいうところですよ、絨毯が下に引いてあって、うん、すごい綺麗なね、うん、テレビテーブルがいっぱい並んで、上にシャンデリアみたいな装飾があって、うんうん、前にステージがある、うん、で音響もある、うん、ストリートみたいなね、こう、うん、なんか何もないところじゃなくって、うん、じゃあ今日はね諸行無常ブラザーズさんに来ていただきます、どうぞってこう MC が振ってくれるんですよ、うんうん、で僕ら出ていく、でもね誰も見てないんですよみんな飯食ってるでしょ、そうみんなメイクご飯食べてるんですよそれパフォーマー営業あるあるじゃない、営業あるある、これはもうパフォーマーの人は分かるっていう、だからこれがね結構辛い、あれ悲しいっすよね、そうで、これの一番辛かった現場があって、うん、
で、あの一番辛かった現場は、バイキングです。夏のバイキング、no. 夏にね、あの納涼祭って言ってみんなで、あ、はいはい、あ、例えば地域、そう、はいはいはい、ホテル側が、地域の住民の人に来てほしいって言ってすごい安い値段で、うん、バイキング祭りをやりますとか、はいはい、でバイキング祭りをやって、うん、マグロの解体があって、はい、ケーキ食べ放題、うんうん、でなんとか食べ放題みたいなのがこうね、はい、トピックがあるわけですよ、はいはいはい、でみんなそれね、お、3000円で食べに行けんのみたいな、しかもホテルの料理食べれんの、ラッキー、行こう行こうってなるやん。なるね。だって普通のねビュッフェ行ったら4000円とかするやん。高いもんね。それを3000円で食べ放題、ね、みんな行くじゃないですか、うん、だからみんなご飯を食べに来てるんですよ。なあ、なるほど。ほんであともう一個困るっていうか困ったのは、うん、皆さんがバイキングなんで席を立っていろんなところに取りに行くのよ。なあ、そっか、これ取りに行くね。そうだからこうみんな全員着席してたら、はい、普通のホテルの結婚式とかやったらウェイターとかの人がこう持ってきてくれるけど、うんうん、あのバイキングやからさ自分たちで行くねんか。あ、はいはい、だからあ、そうかそうか、もう食べんのにみんな必死やからこうやってるやん。ほんであそこでこうねショーやってたらこう、あ、食べ取りに行く、行こう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 って言ってこうやってだから目の前のこのセンターの人に向かうっていうか、まあ基本僕らってこうセンターを見てやるし、まあ、こっちも一応見るけど基本的にはこうセンター見てやるから、ここのお客さん一列誰もおらへんとかあるわけよ。あ、なるほど。誰もおらへんやんみたいな。そしたらこっちの集中力もちょっと下がってきて、でなんかそしたらお客さんを引きつける力も弱くなるやんか。そうですね、悪循環。そうで悪循環が起こってどんどん僕らのこう気持ちが萎えていって、うんうん、あ、やばいやばいみたいな。やばいってなったらもう、そうやばいよね。そうやばいってなったらもうやばいから、たまにあるよ、やばいってなったらやばいっていうのが。そう、まあ今はなんかもう何回もそういう現場もあって慣れたから、ね、もう、あ、まあ、真ん中抜けることもあるだろう。真ん中抜けても他のお客様に楽しんでもらおうと思ってできるけど、そう、ね、やっぱこう慣れてない時はさ、なんかこっそりおらへんやみたいな。あるわそれ。で、なんやったら、これはもうちょっと1個だけ、これ、あと1個っていうか、もう1個掘り下げますけど、あのね、一番前のお客さんが、もうここですよ、これぐらいの距離感、多分、もうほんまに、うん、で、それぐらいの距離感で、テーブルがいた人がいて、で、その人が、じゃあ途中で帰ろうかみたいな言ってたんですよ。で、僕らそれちょっと聞こえて、一番もう真ん前やから、うん、ほんで、僕らの一番、30分あって、大体パフォーマーって30分だったら一番最後の5分にね一番力を入れた演目を持ってくるんですよ。どうですね、そうラストショーって言って、うん、自分の本当に本領発揮できるショーをね、うん、30分の一番ケツに持ってくる、持ってくる。でそのケツにやってる僕らが一番力を入れた5分のショーの一番いいところで帰ろっかって言って支度をしてみんながこう立ち出したっていう。うわ、しかも一番前やからこれ後ろの人はこう見えないんですよね、もうこの状態もう見えへん、何くんがこうパフォーマーやったら見えへんからこうなってるんですよ。で、おいおいマジかよってなって、しかもなんやったらこうお子様連れやって、でベビーカーを一回ステージの上によいしょって乗せて、だからどっこいしょって乗せてね、そう、あ、これあかんベビーカーをね、こうどっこいしょって乗せました。うん、で乗せて、準備をしだして、おいおいステージの上にベビーカー乗ってんねんと思って、そんなことあるって思いながら踊るっていう気持ち結構きつない。ベビーカー乗せることある？ベビーカー、それは僕やられたことないわ。だからちょうどよかったんでしょうね。そう、ちょうどよかった。だからその人にとってはもう見る気も何もなかったっていう。そうそうそう、ひどいなっていうね、っていう大変な現場があったっちゅう。その人も悪気ないやろな、多分。だ、別に怒ってるとかじゃないけど、なんかマジかよやってるわみたいな感じなんだ、多分。まあなんかショッピングモールとかで映像流れてるわぐらいのノリなんで。それ悲しいな。そうなんですよ。でもそれちょっとどうにかしてほしいよね、そのイベントも。せっかく僕らお金払って呼んでるんやったら、うんうんうん、あのちゃんとね、いいコンテンツとして残せるためにね、うんうん、やってほしいですね。まあね、他のだってお客さんからしたらさ、ベビーカー上乗ってんだよって感じやもんな。そう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 、それだって逆に良くない、うん。まあでもな、一瞬だってさ、10秒ぐらいやったらさ、係員の人がこう、ああすいませんって言いに行く前に降りるから。だから別にさ、何分も乗ってるわけじゃない、一瞬ポッて乗して着替えて入ってやっただけやから、怒るとか、その注意しに行く前でにもう終わってしまったから。そうだね。そうだから、まあそういう、まあ、どうしようもないあるある。まああるんだ、うん、あるある。大変やな。もしそういうので、イベント立食系のやつがある場合は、うんうん、早めに相談していただけると、あのこっちで時間うまいこと調整してあのいい感じにしますんで。じゃあお客さんがごめん
ちょっともうすぐ帰らなあかんから早くしてっつって、そう調整して早くしてくれるっつって言われるの。いや、じゃあそのイベントやる前にですよ。あ、なるほど、ね、だからだって飯食う、だって三大欲求の一つなわけじゃないですか。まあね、そうです、そうです、ご飯食べる、だからご飯食べるんやったら、うん、ご飯食べる前にショーして、うんうん、じゃあこの後ご飯楽しんでくださいみたいなにしたらいいし、逆にご飯食べ終わった後ぐらいやったらもうみんな疲れてるから、うん、デザートぐらいのあたりでやればいいんかなと思うから、ね、イベントをやろうと思ってる人は、そういうのを考えていただいたらお互いにとっていいイベントを作れるんでね、よろしくお願いします。なるほど、はい、要求してしまったな、はい、ちゃんとしろよ、怖、はい、はい、ということで、はい、結構ガツ喋ってしまったんで、ガツ喋りましたね、はいはい、またね、はい、こんな機会があれば喋りたいなと思いますので、はいはいはい、もう大丈夫ですか、喋ることない、そうですね、まだ喋りたいことあるんですけど、はい、あんま長すぎてもダラダラなっちゃうんで、確かに、ちょっと一旦ここで締めさせていただいて、はいはいはい、今日はね、僕のパフォーマーの大先輩であります、うん、諸行無常ブラザーズのヒデさんに来ていただいて喋りました。おれ、はい、僕はいつも秀吉とかなんかふざけて呼んでるんですけど、はい、本当にすごい人なんですよ、はい、一応、はい、はい、ということで今日はヒデさんに来ていただきました、ありがとうございます、はい、あざす、はい、ね、諸行無常ブラザーズのチャンネル動画、はい、そしてヒデジムやってますもんね、はい、はい、そうです、ヒデジムのことについて喋らなあかんかった、そう、お前は全然喋ってなかった、それじゃあ後で撮ろう、はい、はい、ということで、はい、今日ヒデさんっていう人間の紹介をして、はい、はい、終わっていきたいと思います、はい、ということで皆さんまたその前にこの動画が良かったって方はグッドボタン、そしてチャンネル登録、そしてヒデさんの、チャンネルも見てみてください、はい、でヒデさんのチャンネルでは、筋トレのことを僕ちょっと喋ったので、はい、またそれ見ていただけたら嬉しいです、うん、はい、はい、よろしくお願いします、はい、ということで皆さんまたお会いしましょう、バイバイ、バイバイ。